どうも寝起き？そっか、前ね、自分のストロング答えられなかったんだもんね。そうで、まず速攻すぐ見つけたっしょ、あの後。おー、なるほど、めちゃくちゃいいことじゃん。めちゃくちゃ大事。2列目から飛び出せるボランチめっちゃ大事、本当に。初速ってなんかあんまり練習して身につくものじゃないというか、そこまでが持って生まれたものが結構大きいから、まあ、そこがレンもともとあるっていうのはすごくいいことだし、両足使えるっていい、自分のストロングと思ってなかった？前まで全然俺どっち利きか分からなかったもん。俺正直マジ俺結構すぐ分かるんだけど、そういうの、あ、こっち弱いなとかすぐ分かるんだけど、あれでも多分どっちだろうと本当に迷ったぐらいだから、本当それめっちゃ大事なことだと思うんだよね。精度っていうのは後からでもついてくるものだから、練習すればね。ただその姿勢というか、その蹴る体勢とか、その違和感っていうのはやっぱりなかなか拭えないんだけど、あと送ってくれた動画さ、右からボール来て左に蹴ったでしょ。でそれができるボランチってめちゃくちゃいいんだよね。これなんでかっていうと、ちょっと分かりづらいけど、例えばレンも分かると思うけど、右足しか蹴れないとさ、こっちからこうボール来た時にさ、この辺置かないと蹴れなくない？ボール。そうただ相手やっぱ近くなるんだよね。でも左足でレンみたいに蹴れたら、相手のここからボール来て相手の遠い方にボールを置けるから、これやっぱ展開しやすいよね、左に。ちょっと先輩の例を出すと、稲本さんっていうでしょ、稲本純一さん、稲さん、まあ稲さんはレンでも、まあ、知ってると思うんだけど、2002年だから、2002年何歳？ね生まれてない？マジで？マジか、マジやっべえな、すごいな。そっかそっか、2003年生まれてすごいな、若いね。もういいよね、もう無限大だよ、未来は。で稲さんもサイドチェンジがめちゃくちゃうまいの。特に左からボール来て右サイドへ送るサイドチェンジがもう抜群にうまかったんだけど、その当時、ね、ガンバ大阪から始まってるんだけど、稲さんはそこから、まあ、アーセナル行ったりとか、プレミア行ったりとかしてるんだけど、で最後俺札幌で一緒にやってて、まあ、最後っていうか今もやってるんだけど J3 で。で稲さん毎日50本ぐらい蹴ってたんだって、サイドチェンジのボールで。もう俺右のウィングバック当時やってたんだけど、札幌でもうね、本当にピンポイントで来るんだよね。でそれ聞いたらいや、まずこのサイドチェンジ得意だと、俺は得意なんだけど、若い時本当に毎日50本くらい蹴ってたって言ってたよ、このサイドチェンジの練習ひたすら。ってことを考えると上手くなるってことだよね、要するに練習すれば。そう精度は。ミスが多いの、まあ、原因っていうか改善するために挙げられる方法が、まあ、俺の中で今パッと思ってた2つあって、この2つで、まあ、ある程度解決できるかなっていうのを思っていて。例えばやっぱボランチってやっぱりね、もう分かると思うけど、360度敵が来るでしょ。まあ例えば相手がツートップでボランチ、ここ分かる、ここでよく受けたりもする時ない？そう、これ結構コンサートホールとかも多分使うと思うんだけど、ボランチの脇、センターサイドハーフの前に降りられると結構しんどい、ディフェンス側からすると。このサイドハーフはそう、どっち行ったらいいか分かんない、誰が出んのみたいな。結構フリーで受けられたりとかするし、例えばこれにつられて相手のサイドハーフがレンに食いついてきたら、このサイドハーフとのこのギャップ、ここ通せたりするから、グインって。そうそう、これまず一つだよね。俺がやってほしいっていうか、一番いいのがやっぱりこの間で受けることなんだよね、ボランチは。ここ顔出してあげる、ここに、間に。でここで受けて展開とか、やっぱりこの怖いと思うんだよね、ここで受けるのって怖くない？結構。でそれ出すか出さないかはセンターバック次第で、でも一つその時にセンターバックに伝えといた方がいいのは、やっぱりコミュニケーション大事なんだよね、そういう時。やっぱりでその時にセンターバックに伝えといた方がいいのは、俺ここで絶対顔出してるから、もし食いついたら1個飛ばしてって、できるだけやっぱり、ボールを取られないっていうことにちょっと重きを置いて、ボランチは特にね。ちょっと相手の遠い位置にボールを置いてドリブルするっていうのは、逃げるドリブルというか、仕掛けるドリブルと逃げるドリブルって2つ使い分けた方がいいかな。なんだろうな、やっぱりこういう話って結構サッカー以外のことにも役立つと思っていて、蓮のその人間性の部分とかコミュニケーション能力とか自分の考えてることを伝える力とかも多分勝手にこれ意外と磨かれてってると思うんだよね。好奇心旺盛なタイプだからいろんなことに興味を持つタイプとか、あとまあそんな感じで、アクションタイプだからなんか興味持ったことすぐやっちゃうみたいな、そういうタイプなんだよね。そう自分はどういう性格なのか、どういうタイプなのかっていうのをちょっと自己分析して、ちょっとだけでもいいからこう説明できるようになってほしい。それちょっと今度セッションした時に聞かせて、また OK 連絡してください。はい、OK、ありがとう。そしたらはい、またね。はい、お疲れ様です。はい。